こちら鍵になります。ありがとうございます。書類になります。ありがとうございます。納車します。よで、今度鍵の方でもボタン開ける方で開く、閉まる、はい、で、これ、はい、手をかざして開いたり閉めるのは運転席、助手席のみで、後ろの2枚はセンサー入ってませんので、ポケットに入れるときは今度こっち2枚だけです。あとはまあ、このままずーっと行って、ラゲッジの方を回って、これウォッシュアー駅なんです、リアの。開けるときは横から開けて、上にガラスを開ける。で、給油口を蓋ないのに、キャップがないので、蓋はこのまま入れて、回して、矢印の方に回す。で、この状態でも鍵抜いて大丈夫です。ロックかけて、鍵抜いて、で、まあ、ブラン下げて。あ、ここはブランなんですね。はい、ブランです。はい、で、ガソリン入れて、はい、で、ガソリン入れ終わったらここに合わせてガチャッとなるまで勝ちで OK です。はい、 OK です。はい、以上。以上ボタンを押す。手に分かりました。はい、はい、ランガーが出ますか。ランガー、わ、ランガー出てる、出るんですよ、エンジンが出る。もうね、かっこいいんですよ。イベント検知力が7件が発生しました。あ、古いやつ、あ、新しいやつ。わあ、すげえ。すげえ。テンション上がります。上がります。はい、で、ウィンカー左です。はい。はい、左です。はい、で、ワイパー右に出すから、この今。あ、はい、これ間違えるやつですね。はい、で、ウォッシャーです。はい、はい、はい。リアウォッシャー。リアウォッシャー。はい、リアワイパー、はい、こっちね。はい。ライト、右側にございます。ダイヤル式になってます。はい、ライトは回す。はい、一番左側が消灯です。はい、で、スモールライト点灯、はい、オート機能。オートね。はい、オートにしとけば夜はついて昼間は消える。はい、まあ、オートがおすすめです。ここが日本車と違うところですね。そうです、違うところですね。うんうん、で、ライトが点灯しているときはこの虫さんみたいなマークがついてます。虫さんみたいなマーク、はい、はい、で、前のフォグランプつけると緑ランプ上につきます。はい、リアフォグランプ赤いランプになります。オレンジランプがつきます。リアフォグランプって何ですか。赤いライトが点灯するんですけども、うん、雪降ってる日とか霧が濃い時に追突されないために自分の車はここにいますよという。ああ、あのバンパーについてる、バンパーについてるやつです。ああ、なるほどね。あれのそうなんだ。あれブレーキランプじゃないんですね。はい、リアフォグランプになります。はい、で、右左ダイヤルございます。ここですね。それ何ですか。これですね、あの足元のランプになります。足元のランプ、はい、今ちょっと明るくて、あ、本当だ、ついてる、見えますかね。ライトが明るくなったり暗くなったりするのが見える。はい、で、左側のダイヤルモニターとここです、明るくなります。暗くなって明るくなります。はい、一番上にすると全灯します。室内灯もついてる。はい、そうです。で、1個ずらすと一番明るい状態です。あー、なるほど、はい、そういうことか。この状態になると足元のランプ消えますので、うんうんうん、これ下1個ずらすとここで足元のランプが一緒につきます。あー、わかりました。はい、じゃあ ここに戻ります。はい、はい、で、あとはですね、まあ先にこちらの画面からですね、そっちから行きましょう。はい、はい、ラジオついてますね。はい、で、自分でもしあのチャンネルを登録するときは 81.3 で、これをこのまま長押しです。はい、長押しです。あ、長押しで登録です、ね。はい、登録できます。はい、で、同じように AM になります。はい、で、メディアで Bluetooth 接続だったり、はい、CarPlay 接続になります。はい、エアコン操作、あ、ここでやるんですね。はい、あとこちらのアナログのボタンもございますので、どちらでも大丈夫です。ダイヤルを右にずらすと風量、はい、で、これオフで、オン、オンで、オート機能、エアコンのオート、はい、はい、で、モード切り替え、モード、ああ、こうね、はい、この風の出る場所ですね。はい、
で、エアコンの温度調整、はいはい、あ、これはあの助手席と運転席側と別で温度設定ができます、ね、できます。で、今同期になってるので同じ温度が運転席助手席になってますけども、これを解除するとバラバラで設定が、あ、すごいすごい、できます。あ、よくあるですよね、はい、暑い寒いみたいな、そうですそうです、よくある暑い寒いをこれで喧嘩はしたくありませんね。はい、なるほど。で、カスタマイズ、ここアプリが入ってます。こうですね。で、今例えばコントロール画面のボタンを長押しするとここにこうやると、あ、スマートフォンみたいなアプリを、あの自分の好きなアプリを常に、なんですかね、リアカメラボタンがありますね。はい、リアカメラボタンがあります。ああ、なるほど。映ると映ります。ここにもカメラボタンがありますけど、はい、これは何ですか。ここスポーツだけですね。スポーツだけここについてるんで、はい、スポーツウィルス、はい、この設定です。はい、見ててください。ボタンを押します、はい、前のカメラになります。あ、前のカメラになった。はい、でこれで消えます。あ、へえ、つきます。サイドね。はい、サイドです。で、バックカメラは常時つきっぱなし。これサハラの場合はここで切り替えなんですけども、うん、スポーツの場合、ウィリスの場合はこちらにモニターがついてますので、ここの切り替えになります。はい、ああ、なるほどなるほど。切り替えボタンですね。切り替えボタンです。はい、はい、まあ、コンパス、オーディオ設定、オーディオ設定、はい、で、コントロール、これは光源ミラー設定とあります、はい、で、このミラーの方がこれ普通のミラーじゃないと違います。へえ、スモークが1枚かかってるような感じです。後ろの後続ヘッドライトが眩しい時に、はいはい、このボタン今オンの状態です、はい、オンになっていると少し暗くなりますので、眩しさ軽減になります。なるほどね、はい、で、設定画面で、まあ、好きな設定ができますと、はい、皆さん結構イングリッシュ多いです。イングリッシュね、はい、イングリッシュ多いです。この間の動画でね、そうです、言ってましたね。はい、で、単位の方はここで変更です。はい、これはもうキロメートル、キロメートルとかですね。はい、はいはい、カスタムにしてここで燃費がキロメートル、はい、この間のね、そうです、燃費勘違いのそうそうですそうですそうです、はい、 OK ですね。で、どうですね、はい、あとはもうここね、好きなように変更ができますので、はい、使ってみてください。これはね、また別の動画で一個一個ちょっといじる地味なね、気になってる人いると思うんですよね。いっぱいいますよ。はい、どんなボタンを押したらそれぞれどうなるのかっていうね、うん、画面推移のやつは地味なやつあげますので、ちょっと楽しみにしててください。まあ、運転中どのボタンを押しても止まりはしませんので。はい、ああ、なるほど。はい、ご安心ください。はい、いっぱい触ってみてください。はい、で、まあ、このヘマラジオ設定なので、はい、で、今度前のモニター、はい、7インチですね。はい、ここね、ここのモニター、はい、はい、まず左側 2H4 インチオートパートタイム、はい、これね、結構気になってる人多いんじゃないですか。 2H4H4L って何みたいな。はい、まあ、2H 肉です。はい、肉です、ね、後輪駆動になってます、はい、後ろの2個のタイヤが回ります。そうです。で、走行中100キロぐらいまでのスピードであればこう切り替えができます。これも結構すごいですよね。すごいです。止まってないと変更できないって思ってる方結構いらっしゃると思うんですけど、うん、走行中でも、走行中でも可能です。2区から4区に変えられる。はい、はい、で、パートタイム常に4区になります。オートっていうのは、はい、4区が必要なさそうだなっていう時は2区になるんですね。2区で走ってます。タイヤがスリップしたりした時に4区に切り替えてくれますので。これオートの時に今4区か2区かってどっかで分かるんですか。分からないです。ああ、感覚、感覚というか、もう車にが勝手に変えてくれてるので。ああ、任せろと。まあ、そうです、運転してて分かんないです。2区か4区はもう教えないけど任せろと。はい、運転してると感覚で、あ、今2区だなとか4区だなって分かったりしますか。滑った時に分かります。あ、滑った時に、ね、はい、実際滑らしてみると分かると思います。滑らしてみるとちょっと、はい、すぐにピッと止まります。へえ、びっくりするぐらい。あ、なるほどね。はい、で、それがオートと、あとはもう絶対4区、絶対4区の違いのスイッチですね。で、はい、この下ニュートラル 4L ございます。これでもニュートラルってこっちにもあるじゃん。2個ございます、はい、で、車を引っ張ってもらう時とかは、はい、このシフトノブニュートラルにして、はい、こっちもニュートラルにしないと車、うん、よいしょ、結構感覚が難しいんですね。この NN にして初めて手押しができます。はあ、なるほど。こっちの N だけだと
はい、ジープの場合はなんか噛んでる、あデフが噛んでるので、はあ、はあ、どうしてもここのデフを解除してあげないと車が進んでいかない。わ、これは知らない人多いかもしれない。JAF とかに車引っ張ってもらうときに、まあ JAF さんプロなので分かると思うんですけど、多分ご友人とかで車を押すときは N にしないと車は押していかない。はい、OK です。ここ大事ですね。ここ大事です。で、これ今こっちを N にするときはマニュアル車みたいにこう左へ行って1段ですね。1段下げて。2段下げると 4L になります。確かに 4L になります。じゃあ次はこの 4L っていう機能は何でしょう。4L、もう本当に一速のスピードで二速発進みたいな感じで力強い走りをしてくれる。ああ、ローって意味？ローです。なので本当にぬかるんでる道とか、そういう、まあ道なき道を走るときに使っていただきたいモードですね。まあジープ乗りだったらいつかはこれを使いたいシーンが出てきたい。絶対出てきます。出てきたいですね。今この状態でドライブにして走ると多分スピード出ません、あんまりもう。ローなんですね。ローで。これローで。力強い。四駆がずっとこの辺まで9キロ10キロ影下がります。なんかムーンっていうね、押されてる力強い感じになりますね。なのでこれを街乗りで 4L はやっぱ使えませんので、はい、砂浜行ったり雪山行ったり、はい、ぬかるんでる道行ったり時にぜひ使っていただきたい。なるほど、ちょっといつか使ってみましょう。4L までの機能をね、熟知している人もあんまりいないかもしれない。そうですね。あと、あまり 4L 使う方も少ないので、うん、まあ、ぜひ一度は使っていただきたいところですね。本気の時のやつ。本気の時です。本気の時のやつ。はい。OK、はい、です。戻します。はい。通常は、硬いんですね。硬いんですよ。めちゃくちゃ硬いんですね。あ、なんかこうギアを。ギアを。なるほどね。はい、なんかこう噛んでるといかないみたいな。ワイルドですね。ギアの髪がマッチしないといけないんで。なるほど。こう、あの戻しづらいときはちょっと進んだりしてください。はい、そうです。はい、じゃあ、ここはね、OK ですね。はい、OK です。あとなんかここ、ね、で窓ガラスですね。はい、ラングラーは真ん中に窓を開けるとき。開けるときはオープンで、あの自動で開きます。自動で開きます。閉めるときはちゃんと。閉めるときは自動で行きません。行きません。で助手席。はい、で後ろの席です。はい、はい、真ん中これダイヤルですか。真ん中これを下にすると後ろの席ドア開きません。へえ、はい、チャイルドロック的な感じですね。あ、そうですね、そうなります。後ろのドアが開かないときはここのダイヤルが下になってないか確認してください。窓開けないときはそうですね。で USB ポートになります。はい、はい、はい、で前のモニターまた戻ります。みんなが気になっているこのボタンたちですね、はい、このボタンです、はい、まあ、速度計スピードメーター今キロメートルです。真ん中の OK ボタンを押すとマイルに変わります。よく皆さんマイルで走る方多いです。本当にで、スピードあんま出てないんですよねって言うんですけど、それはマイルですっていう。あ、間違って押しちゃってるみたいなね。なるほど、はい、あんまりこれ切り替えるタイミングないのすごいよく使うボタンになってます。そうですね。そうです。何が OK なのか、うん、なんですけど、はい、これでもメニューのカーソルと OK ボタンもあの兼務してるんです、ね。兼務、そうです。でも何もしないで OK ボタンを押すと前に回になっちゃうから気をつけてください。なるほど。で2番車両データ、はい、これ2番ってありますね、ここに。あ、2番。9項目があります。ページに分かれてるんですね。はい、ページ分かれてます。上下でページの推移ですね。クーラントの温度。はい。ミッション温度で左右に行ける場合はこの下にこういろいろと、ああ、右左矢印がついてる場合は左右に行けると。オイル温度、オイルページの中のメニューですね。はい、はい、オイル寿命、バッテリー電圧、バッテリー電圧あってます。次、はい、3ページ目、3ページ目、ドライブオフロード、ドライブトレイン。何ですかドライブトレインって。まあ、私ここの機能私もいまいちは把握しないんですけども、これ四駆をパートタイムにすると、はい、ここに鍵出ないです。あ、出ます。出た出た出た。はい、このよう、ここだけしか私わからないです、正直。それ以外走ってて何か変わっているのかもしれないんですけど、はい、まあ、ぜひ皆さん見てみてください。試してみてください。これは今の車の状態をモニターしてるんですね。そうなんですよ。なんで実際このオートモードにして、じゃあここに鍵マークがつくかつかないかって言ったら私わからないです。はいはい、はい、はい。普段私このモード走っていませんので。オフロード走る人のね、はい、メニューですね。で、これページ切り替え。はい。
ピッチアンドロール、まあ角度ですね。はい、これはお風呂で走ってる時にどんだけ傾いてるのかっていうのを見るためですね。ラングラーの場合どんだけ傾いたらひっくり返るんですか？よくそれ質問あるんですけども、はい、ごめんなさい、勉強不足です。質問あるんだったら調べといたんで忘れてました、それが今思い出しました、すいませんじゃあ後でここに、ね、表示させとくんでねはい、よく質問あるんじゃんありました、忘れてました。絶対聞かれるよね。そうなんですよ。じゃあ次、はい、ドライブアシスト、はい、まあ、アダプティブクルーズコントロールオフです。はい、アダプティブクルーズコントロールって何ですか？噛みそうですけど、はい、前の車の車間距離を一定に保ちながら走るモード、はい、追っかけてるって追っかけてるものですね。めちゃくちゃ便利じゃないですか。便利でございます。なのでオンにしておきましょう。それオンにはできないです。え、動かさ、今利用化になってますので、はい、走り出してスタートを押さないとオンじゃないんですね。はい、ああ、そういうことか。はい、はい、はい、なので今この状態で、この車間距離の距離をこの1本一番近い距離、これ ACC をオンにした時にどんだけ車間距離詰めますかっていうのは止まっている時に設定できるんですね。で、2本、3本、はい、4本と増えていきます。マックス4本。マックス4本です。じゃあ、ちょっとマックスにしといてください。はい、で、この状態で、一旦で私また走ります。はい、走り始めて、はい、デモンストレーションしてくれるんですね。はい、大通りを行ったら。はい。これ今 4H。これ 4H。4オートか。4H、あ、4オートです。はい、ジープ世田谷さんは大通りに出ると納車直後に事故るかもしれないから裏通りから出ることをお勧めしてますっていうか、もうね、あの車が大通り側向いてなかったですからね。そうです。あ、確かにこっちの方が安全な感じします。あ、これ後部座席もシートベルトアラートが出るんですね。なります。最近の車っぽいですね。右曲がってから設定入れますので、はい、あとは私この車についていくみたいな。これからこの車で、これはい、なんちゃらコントロール、これまず設定しました、はいはい、今お緑のマークついてるときはちょうどこの前に感知してます、はい、で止まります、で走り始めます、はい、次の車の目的を見つけるまではこの30キロまでしかスピード出ません。へえ。なのでこのプラスのボタンでずっとボタンを押し続けてください。増えてきます。はい、はい、その50キロまで走スピード上がってきます。あ、なるほど。これちゃんと前の車がさ、ジープになってるんだよね。そうなんです。で、この状態で今前の車いませんので、はい、ずっと走り続けていきます。あ、勝手に？勝手に。で、この状態だとブレーキかかりませんので、自分の足でブレーキをかけます。あ、ブレーキはちゃんと効いてくれる、ね、ブレーキは自分の足であります。はい、前に車がいるときは、勝手にブレーキかかります。はい、ちなみに一回止まった後、ブレーキを離すと勝手に進むんですか？はい、進まないです。ブレーキ踏んだ時点で解除。リセット。リセット。はい。安心ですね。安心でございます。なかなか追っかける車がないですね。ないんですよね。街中だとね、そんなに。そうなんですよ。高速道路はすごく便利なので。それは、追っかけた後、前の車が止まったら、止まるまで自動でやってくれる。止まるまでは自動で。止まる、完全停車じゃないです。ギリギリで警報が鳴ります。あ、ギリギリで警報が鳴る、はい。ブレーキそろそろ使ってくださいっていうアラーム音が鳴りますので。そうだね。じゃあ大渋滞の時とかは使えないですね。使えない、ね、使えないです。コンパスとかグランドチェロキーは使えます。止まるまで、止まるまで。でこの状態でさっきの、設定をすぐに戻す時は、はい、リスタートを押すとさっきの設定に入ります。あ、すごい。だからいきなりそれ今何もしてないですか？何もしてないです。今結構加速しましたね。そうなんです。でこの状態で今もう車前、あ、すごい勝手に減速してる、はい、します、します、します。今何もブレーキとか何も踏んでない状態ですよ。アクセルも踏んでないしブレーキも踏んでない。車間距離として詰めましょう。詰めます。これで、はい、これ煽り運転モードです。煽り運転モード違いますよあ、すごいね。何にもしてないです。すいません。もう前の車がゆっくり走ってるとこの車もゆっくり走ってる。51キロまで設定してるんですけど前が40キロぐらい走ってるんで自分の車もそれに合わせて車間距離を保ちながら走ってます。これでもギリギリまで止まると車間距離詰まるんですか？詰まります。ああ詰まるんだ。ちょうどね前が赤信号なんで、赤信号なんでこのまま止まってくれると、はい、この距離のままで止まると思いますので。でも完全にストップはしないので、しないですね。一旦止まってからかな。あ、青になっちゃ
ちょっと、くそー残念だなー、いつも。で、この周りにスタートも落とすと、はい、さっきのものに。また50キロまで出る、はい。そう、出ますと。まあ、高速とかでずっと同じ車の後ろにいるときはすごく便利です。すごく便利です。クルーズコントロールとはちょっと違う、ね。ちょっと違います。進化版ですね。前の車を追っかけるって言って。はい。これがアシストクルーズコントロール。これアダプティブクルーズコントロールですね。アダプティブクルーズコントロールっていう機能ですね。なんか新しいラグラーの JL のスポーツは、はい、なんかいろいろこうセキュリティ機能っていうかセンサー系がついたんですよね。うん、これもついてます。もともと、サハラ、はい、サハラについてて、はい、スポーツについてなかったやつが、はい、ついてます。ついてましたね、はい。それが21年度モデルぐらいから全部同じになったので、はい、ぐらいから確か 20年度モデルはなかったで、ハロゲンとかセンサーもなくて、あ21年ぐらいだったかな、すみません、覚えてないです、正直。売れすぎちゃってるからね。もう覚えてないです。途中からサハラと同じ同等の装備がついて、なるほど。もうだからサハラとの違いがもうなんならレザーシートと、うん、はい、このね、そうです、ディスプレイの大きさとあとね後ろについてる大きいスピーカー、はい、そうですね、ウーハーがついてるかついてないかですね。ウーハーがついてるかついてないか、うん、とあとはそんなもんですかね。あとはそうです、そんなもんですね。あとそうですね、だからそこを、あ、そうか、でもね、今はスポーツの話しても、もうね、売ってない。売ってないんです、すいません。スポーツもこれから日本で発売するかも分かりませんので。あ、そうなんですね。それぐらいちょっと、だとしたらこれ、予定が。これスポーツ最終車になるかもしれない。可能性ございますね。あ、限定車でもしかしたら、少し出るのかなっていうのはありますけど。この新しいクルーズコントロールの機能を今体験でねデモンストレーションしていただきました、はい、ぜひ皆さん使ってください。使ってください。1回使えば本当に便利です。便利で、ありがとうございました。この、ね、じゃあこれね今分かりましたね、はい、操作の仕方も OK ですね、はい、はい、次が4ページ目がここでしょ、ね、5ページ目、これ燃費、あ、トリップメーターですね、はい、平均燃費残りの距離、はい、で6ページ目、6ページ目がトリップインフォ、インフォメーター、何キロ走ったか、ね、ここにエニスが古い車がうっすら見えてますので、あ、ほんとだ、こういうの祭り心ありますね。ほんとだ、ウィリスさんね、はい、はい、いますね、はい、で、スタートストップ準備中、これなんですか、まあ、アイドリングストップ準備してますよみたいな、アイドリ、あ、ワイドリングストップ機能があるんですね。ついてます、ね、まあ、さっきも信号回しで止まりました、ね、止まってたりエンジンついたりしてます。気づかなかった、ちょっとエンジン音が意外と静かなんでね。止まってるのかスタートしてで、オーディオモードメディアなし、ここにカープレイつなげばここに曲が何の曲かっていうのも分かりますし、ラジオ、あ、すごい、はい、ラジオを聞くと、この AM142 ですね。あ、すごいですね、はい、歌詞カード出ないですか。出ないです。出ないんです、歌詞カードは。運転中ね、そうですね、眠くなったら歌いたいんですけどね、ここに歌詞カード出てたらあんまりいいですね、恥ずかしい思いしなくていいですね。でメッセージ、ここであのキーフォグ電池交換とか、あ、アラート系、そういうのが出ますので、はい、まあ、ラブレターです。ラブレター、はい、そう思っていただけるといいと思います。チープでのアラートはラブレター、ラブレターです。はい、はい、わかりました。で画面設定、最後OK ボタンを押すと、左上今コンパス、このコンパスを外気温に変えたりとか、あ、常時に表示しているこのこことここの表示ですね。右上を時間に変えたりとか、まあ、いろいろな自分の好きなものに変えられますし、現在のギアをこれオンにすることによって、でこのドライブの時に 1,2,3,4 っていう数字が出ますので、ドライブの時に 1,2,3,4 この D のところ、今現在のギアオンにしていて、はいはい、はいはい、1速2速3速って分かるようになりますので、え、そうなんですか、はい、それは面白いですね。で走行距離計、お気に入りギア表示、フルシングル、フルにすると PR ってこうついて、はいはいはい、シングルにするとこれが R とかだけ、そうです、わあ、結構細かい設定ができるんですね。できます、できます。
ここは中央画面を速度計にしたりとかコンパスにしたり、ここはもう本当に皆さんいろいろな方いますね。設定は本当にこれは結構冒険心をくすぐる設定ですね。何でもいいと思います。本当に自分の好きなものを設定していただければ、はい、ここは答えはございません。答えはないということで好きなやつですね、はい。でも結構ね、ラングラーね、調べてるとね、みんなね、すげえ燃費気にしてるんですよね。まあそうですね。そう、ラングラー乗ると、まあ、いろんなところにやっぱ行ってしまう。そうですね。まあ、これがもうラングラーいいとこですね。ラングラーいいとこです。はい、なんで燃費は気にしない。でもなんか高速で飛ばしすぎると燃費が悪くなって、80キロがちょうどいいってよく聞きますね。うん、安全運転。で、ボリューム、これです。はい、遠いので、遠いですね。すごく遠いです。はい。運転手は右のハンドルの右側ですね、はい。ちょうどこのボタンの後ろ側に。あ、後ろにもボタンがあるんですね。はい、あります。上ボリューム上がります。下下がります。お、真ん中で切り替えでソースの切り替えになってきます。真ん中でソースの切り替え、ね。はい。ラジオ等切り替え。この左側行きます。はい、左の上を押すと。チャンネルの切り替え。おお、チャンネル切り替え。で、真ん中を押すと設定されている、保存されている上の切り替えですね。はい、切り替えですね。なっていきます。はい。このように変わってますので、ぜひ運転しながらカチャ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 と。ああ、すごい。これ気になってましたね。はい。これね、使ってみてください。はい、これはメディアの時だと次の曲とか行くんですか？はい、行きます行きます。はいはい。はい、だからその今のこの状態に応じて変えてくれます。できますね。了解します。ガソリン入れるときは普通でいつもやってる、ここにこういうのがあるわけじゃないですからね。ないです、はい、つい多分手とか言っちゃうと思うんですけど、そうです、ないですから、ね、で迷ったらここ見てください、左になってます、三角マーク。あ、これね、はい、これね、これ知ってるとすごい便利なんですけど、はい、左でございます。これどんな車もこの矢印がある方がガソリンの口なんですよね。なってます、はい。このガソリンマークの横に矢印があるんですけど、これはガソリンの給油口が左にあるよっていう印らしいです、はい、これね、知らない人結構多いですよね。このガソリンスタンドのマークの右に矢印がついてたら給油口は右にありますっていうことですね。左側です、はい、左側です。あとね、このじゃあ暗い、室内暗いよっていう時に電気つけれるのは、ここのボタンを1つ、2つ、3つ、4つとライトが全て独立で、ここボタンになってますね、はい、なってます。ここでついたら聞いて、これ真ん中なんですか？真ん中ないですめっちゃなんかありそう真ん中ないんです。で、はい、ここはどうしても遠いので、はい、運転手はもうこのまま上に押すと、あるじゃん、真ん中つきました。真ん中電気あるけどスイッチはない、スイッチないです。で、運転手側で全部、ダイヤルを上にすれば前頭、後ろもつきますので、はい、前頭からここはもう消えないかな、消えないです、はい、すごい、意外と明るいライトがついてますね。ではスピーカーで外せる屋根はちょっと近いように外してですね、はい、そんな感じでございます。こういうところはテープ貼らないでくださいね。これ、はい、塗装剥がれます一緒に。あ、これね、はい、ここテープ貼らないでくださいって、本当にこういう、意外とこういうテープでも簡単にペロって塗装、え、そんな剥がれますので気をつけてください。意外と大事なこと言われましたけど、ここテープ貼っちゃダメらしい。はい、だからなんかね、ステッカーとか貼りたくなりますよね。そうなんですよ、なんかだからちょっとなんかなんですかねここにテープ貼っといて、はい、ここ貼るときはね、貼っといて、はい、剥がしたらそう、剥がれちゃったみたいな、やばい、結構ありますので危ないですね、ここの塗装弱いらしいです。なるほどね、 OK です。そんなもんですかね。そんなもんでございます、はい、じゃあ早速旅に出ます。旅に出ましょう、はい、鍵を置いてください。これ ETC です、入れるか、 ETC のやつですね、はい、ここに入れておきます。はい、あんで最後ごめんなさい、はい、ここの USB は、はい、バッテリーから直接電源が入ってる、来てますので、ここね、はい、ここアクセサリーオンではなくて常時です。ここ常時電源です、はい、気をつけてください。なのでここについたまま、例えば携帯電話、何充電さしてるとエンジン切ってもずっと充電、放電になってますので、はい、ここ気をつけてください。こっちはアクセサリー連動ですね、連動ですね、エンジン切れば、で放電もしないです。はい、 OK です。ここだけ気をつけてくださいということです。はい、はい、以上になります。はい、それでは
冒険に出発していきたいと思います。ありがとうございました。